もやってるやつね。いつもやってるやつやりましょう。で、あのいつもここでやったのは何？正面にいるとやられちゃうから。だからまず優先順位はこの相手の線を外すっていうのやったらね。あの大体今年大体そういうこと。何しろ自分来たらすぐ外す。これ優先順位一番。この来たら手をなんかやるっていうのはダメな。だから来たらすぐ優先順位。でそれで転換をね。だいぶ練習したんですね。気にしないで、この線、向こう行ってください。そう言って。だから、来ても、向こう、どんどん、好きに行ってちょうだいって、そういう感じ。ここは僕は囚われてないっていうか、あんまり意識してない。で、来たら行ってください。と、もう一つは、行ってくださいっていう時に、この手から取りに行くんですよね。で、この手からこの手持ち帰るとすごい楽になっちゃって。向こう行ってちょうだいって、この手出てんだけど、で僕はもう何もしないで持ち帰るとね、彼の意識はこっち、ここにこの手にとらわれないでこっちの手に渡ってるから、もうもらえてるこのままで、あとこう出てくるだけ。じゃあ最初にこれやりましょう。最初は転換をして転換をして気にしないで、どうぞ上がってどうぞ。で姿勢傾いて、もうすぐ気にすると傾いちゃったら姿勢優先順位、優先順位としては姿勢をちゃんとして、で、楽になる。相手の前から楽になる。これが一つ。で、姿勢をちゃんとして。自分の姿勢がいい。それが一つ。それと、戻せないで、手を持ち帰る。こっちの手ね。で、ここ気にしてない。そう、もう、空いた手は、何でもできるっていう。見せて、気にしないで、もらってる、もらってる。そういう感じで。転換と、から見せて、気にしないでもらう。まあ、まあ、ね、まあ、プロスタート。前回やりますよね。で、こういったのを、自分がこうやって彼を置いてるわけじゃないんですよ。彼が、もう、ほら、次に、例えば、回ってるやつと、回ってるから、彼が、全然くっついてて、行ってるとさ、みんなこうやって止めてる。こうやってるから、そういう人すごく多いんですよね。こうやってて、気にしないの。気にしてないから、彼が回ってきたら、こうやって一緒に回ってればいいわけよね。そういうふうな気楽さってから、それがないとさ、形に収めちゃう。だから、まあ、そういうことちょっと注意してる。で、彼が来たら、彼に任せてるの。僕は別に任せてて。彼に任せてるから、それで上やって、次やったら、転換をした後、上やった、自分の意識が上行った、下行った、この2つやった。で、下行ったら、こう行って、このまま下行って、上行ったら上だって、まあ、上だって名前そういう話。じゃあ、ちょっとそれやりましょう。上やって、下やって。上と下、彼あんまり関係ない。自分がどうするかだから。彼にあんまりとらわれない。それの練習だから。全然気にしてないのに自分がどうするかだけだ。彼はどうなってても関係ない。そういう感じでやった方がいい。あんまりこう彼のことをこういうふうに彼をどうするかな。この手があった。どうしようかなって思ってるよりは自分の姿勢。自由に動くということね。自由に動いてる。動いてるから気にしてないのですよ。自分が勝手に動く。そういうふうにやった方がいい。で、今度は足。今上下の意識使ったんです。今度は足自由、腰自由ってね、いろいろやったんですよ。今までね。で、足自由にすると、まあ転換してね、こっち行けば足が自由になっても。回ってるのも自由です。例えば転換して、この中、こっち側にこう自分が入ってれば、あんまり、なんていうかな、足、ここ自由にしてた。
自分の軸を求めてるじゃないけど、そういう感じで自由なんだ。なんかあんまりとらわれてないけど、ないですよ、自由ですよ。あるじゃないですか、そういう感じだから、ちょっとこの足使って、じゃあ一番簡単なのはしょうがない、簡単なのはこういうのでかいで、簡単なのを取り入れる、自分の足は勝手にしてるだけ、何も相手を壊すやらない、自分の足注意する、それを確認する、じゃあそれ好きに足になるだけ注意する、正面打ちもね、あんまり気にしないでどうぞ向こう行ってくださいっていうのが基本ね、あんまりこう振ってきたってこう見えるとこにあって、あいつがいじめてるって分かっちゃうから、
そうしたから、見えないところでやろうってやった方がいいよね。まあ、まあ、そういう話ですけど、こっちまで来たんですよね。こっち、嫌なんです、嫌なんです。これ気にして、でもこっち入ってきたいだから、この手を外して、もうほら、伸ばしてる手に、いろんな方法あるんですよ。さっきはこっち、こっち入るのも、ここ、この手嫌だから、こうやって外してるんだけど、このままやるケープは正面、ここ、ここから入っていくと、ぶつかるとこうなっちゃう。だからこの手はなるべく上に出して、やらないで上へ。ちょっと引くんだけどさ、全然引かなくなっちゃう。足浮いちゃってるから、それでポンって浮いちゃったから、ちょっとこうで、自分はこう、もらう。彼が倒れた。で、この手をなんか外れしてもこうやってやるんじゃなくて、いらない手なの。だからこの手をどう処理するか。上にいらない手を上、それで自分がここを守る。それでそれだけ、それだけの話だと思うんです。で、何しろ、したら手が5000、ちょっと5000円かもしれない。ここだと当たっちゃってる。ちょっと背を外す。わかりますよね。手がここで自分の重心、大事な重心が多いでやったらいいかなと。まあ、みんな結果つけとしてるから、今から言うことじゃないんだけど、じゃあ少し一回ちょっとこっちずれ
コーダー式でずらした、これずれてますね。で今コーダー式ここからこう回すが上で、これあれどう簡単ですか、そのため見せてこちらでずれてる、ずれてるまっすぐ上げてここが一つ、そうずれてる、もう崩れちゃった、崩れちゃったところをこうバスロマンでこの2つやりましょうか。じゃあそれをやりましょう。1回4回この場所、この場所3回ぐらいやってもらって、で崩れたよ3回ぐらい、はい、予定通り、予定通り、こういう話、そういうやり方もいいかも、こういうやり方があって、まあ、最初転換からいろいろやり方があって、彼に自治体で、まあ、自分が出てきましたけど、まっすぐ自由、そのために、まあ、彼いろいろ口聞きますけど、自分が優先してすぐに彼来たら、あちらどうぞ、こうやっといて、自分が勝手に、自分が、あんまり彼にとらわれないで、自分が次に動いてるのが大事だと思う。で、いろいろやってきたんですけど、まあ、いろんな話題で言いましたから、いろいろ、こういう、なんか、こういう。じゃあやりましょう、どうぞ。